はい、どうも。ファイナルファンタジー3の実況プレイ。今日もしたたかに酔っ払っております。それで、ですね、ここにね、隠し通路があると、コメントさんで教えていただきました。あ、1000ギル。あれですね、ギルってひらがななんですね。あ、やった、金が入ってたか。やったね。あれだな。今日はラッキーだな。2000ギルも手に入るなんて。それで、あ、そうだ。なんだっけ、ヒョウヤは文句にしましたね。なんかおすすめみたい。ステータスの上がりとかが、ジョブによって違うみたい。今日はお話を進められるので、非常に嬉しいですね。よーし、じゃあこちら皆殺しだ。こちら皆殺しですよ。文句どうですかね。あ、火力を集中させるべきであったか。また七もは今赤なんですけど、なんかどうもなんかいろんなこのコメントさんもなんかいろいろ聞いてると、なんかスペシャリストを育成した方が良さそうな感じなんで、だから赤魔道士は、あれ、なんか間違いありますよ。カツスだって。お、なんだ。焚き火だってさ。焼き芋。ギャッ！ギャってなんだ、ギャって。ギャってどういうこと？今足踏んだ、ごめんね。すまん、てっきりあんたたちも幽霊かと思って。どうしてそうなるんだ。私は西から旅してきたものだ。この町は呪われている。宿屋に幽霊が出るんだ。よし、じゃあ幽霊を見に行こうぜ。あ、そうだ、なんか装備品あるじゃねえかよ。あれだ、あ、とん、お、すげえ、横見てください、横、すげえ。これミニマルだね。芸術的だと思うよ。ジンの呪いでこんな姿にされてしまった。魔法を売ってくれたまえ。魔法を売ってくんないの？ジンの呪い？ジンの呪いですか。え、じゃあ何も買えないんだね。あ、買えないんだ、なんだ。すごい、なんか。すごいね。なんかこう、透明なんじゃなくて、こう、輪っかなんだね。針金人間にされちゃったんだね。へぇ。このゲームすごいね。マザーやってるみたいな感じだね。それで、なんか難なく次の場所に来ちゃいましたね。紆余曲折あるのではねえかと、思いましたけど。何もありませんでした。今日はね、いつもね、多めに飲んでるんですよ。ジンの乗る、ここなんか左、あ、やっぱりなんかあった。なんだ、何があるんだ。なんか怪しいと思ったけど。いや、なんかあるでしょう。あれ、何もないの？ただ入れるだけ？嘘だ、そんなバカな。へそくりとかさ、エロ本とか絶対隠してるだろう、きっと。何もないですね。いや、何もないですね、ここね。せめて、壺の中に何か。ポーションか。じゃあ、そのジンとやらを抜き殺して今日は終わりにできればいいのかな、と。ここなんか左の方とか行けそうじゃねえの？なんか隠し通路とかあるんだね。初見でめっけんのこれ大変ですね。一応なんか確認はしていますけど、この水道がやたらに怪しいんで、ここ入ってみますけどね。あ、ミスリル鉱山。もうあれかな、ミスリル装備手に入るのかな。敵出そうだよね。お、来やがれてんだ。あ、なんか強そうじゃねえか、マミーって。とりあえず、火力を集中させてみようかな。あ、先制攻撃ですね。あ、一撃で倒せないか。あ、なるほど。だいたい50くらい当てれば倒せる感じか。ということは、じゃあ6ローターと、また七王、戦力集中して、マミを表へで。あ、当てそこは。ダメージは14か。あ、十分いけそうなんじゃねえかな。
なんか特殊攻撃的なことできるのかな。アンデッドにさ、ダメージ多めに当てるとか。倒せませんでしたね。まあいいや、同じプランでやろうかなと思いますけども。頑張ってくれたまえ、諸君。これあれだね。ドット絵すごいね。なんか中腰になってるんだね。なんか、肩凝るだろうな。スケルトン。また死ね、HP が若干低めか。まあ、でもまだいけるか。なんかそうだ。なんか熟練度とか、なんかいろいろ解説していただきまして、多分、大体把握したんじゃないかなと。なんかいろいろ勘違いしてましてね。あ、熟練度についても、教えていただきました。なんか、熟練度が上がると、なんか戦力がアップするみたいですね。また質を回復しておきましょう。なんか、あるのか。何もないですよ。何もない。何もないとは。とりあえず、ロクロータ以外は戦力集中で。あ、ちょっとダメージでかいな。どうするか、これ。あ、強い。シャドウ強いですね。これ、勝てるのかな？あ、なるほど。また死に、ダメージが多かった。ちょっと、全部集中しよう。あ、なんか魔法のなんか回数っていうのも、魔法自体の回数じゃないみたいなんだね。あ、ブライン。これは攻撃当たんなくなっちゃったか。え、これは厄介ですね。とりあえずあれか。魔法使うか。全体掛けできる。あ、できますね。これはちょっとやばいぞ。あ、また七が危ない。よし、一人眠らした。まあ、これだけでも、まあ、よくやったんじゃないかって気はしますけど、とりあえず、一体倒したいですよね。目薬って持ってたかな？まあ、とりあえず、回復して、うお、やばいぞ。やっぱりあれかな、赤魔道士良くないかな。危ないですね。これちょっとお荷物っぽいな。ちょっと起こしちゃうぞ、それ。眠くら覚めちゃった。仕方がないから。ロクロータは、ちょっとここ生き残ったこと考えようか。あ、いや、倒された。これは難しいな。このゲーム難しいですね。ちょっと待てよ。とりあえずケアルが、あ、これオートターゲッティングなしか。そうか。じゃあ、ロクロータを回復しよう。なんかレベルごとの、魔法にレベルがあって、レベルごとの回数制限だそうですね。とりあえず、あ、目薬手に入りましたね。帰れるかな。アイテムで回復していくか。ロクロータ回復して、きましょう。これでいいかな。帰れるかな。さあ、出るな。とりあえず、情報収集ちゃんとしたかな。ちょっと待って。回復の泉がどっかに。これか。回復っていうか、これが復活の泉なんだね。さあ、どうするかな。宿屋に幽霊が出るんだっけ？そういえば、そんなこと言ってたような。なんかいろんな人がいっぱいいますね。わしはシド。カナンから来たんじゃ。エルブの谷が
大岩で塞がれてしまい、カナンに帰れなくなってしまった。そこでこの町を、一晩の宿を求めたのじゃが、このジャマジャ、このザマジャ。どうだ若いの、わしの飛行艇を貸してやるから何とかしてくれんかの。西の砂漠に隠してあるんじゃ。なるほど。首都から飛行艇を隠した場所を聞いた。西の砂漠だ。飛行艇入手早くない？元の美貌を取り戻したい。それ切実だね。今、針金人間だもんな。大地震で不意の洞窟に封じ込められていたジンが蘇ったのです。あの洞窟何なんだろうな、入ってよかったかな。ジンを再び封じ込めるためにはこの村でしか使うことができないミスリルの指輪が必要です。それを恐れたジンはこの村に乗りかけたのです。ミスリルの指輪、昔サスン城のサラ姫にミスリルの指輪作って差し上げたことがある。あの指輪さえあれば。あの洞窟全然関係ないのかな、もしかしてさ。ここで眠れるか。なんかあれだね、ベッドの奥の方で眠るね。枕使わないんだね。なんかあれだね、そんな風に眠る人あんまりないよね。今日僕寝るときそんな風に寝てみようかな。ここは、あ、こっちは眠れるんだ。ちょっとあれだね、二度もこれ二度寝か、ベッドかあれだ、二度寝か。どうして2箇所に眠れるようにした。女性用と男性用かな。いや違うよな、全員これ、このゲーム男の子だしね。とりあえずなんか装備品買えないのあれですよね。飛空艇を入手できるんだね。なるほど。ここ入りましたっけ。あ、入ったら何もなかったんだね。そうか、でとりあえず外出ようか。経験値稼ぐべきかな。まあ、とりあえず飛空艇の場所が分かったと。じゃあここにセーブしておきます。ここにあるのか。あ、これか、シドの飛空艇。こんなに早く飛空艇に乗れるなんてな。それで飛空艇に乗ってどこに行けば、サスン城とか言ってたっけ。わ、すごいですね、もう乗れるんだね。これは大岩か。サスン城っていうのはこれのことですかね。ここか。サスン城。呼び輪を持ってくればいいんだね。城の人はみんな神の呪いによって幽霊のような姿にされてしまいました。私は使いで出ていたのに助かったのです。ミスリルの指輪があれば神を再び封印するのですが、唯一の指輪を作れるカズスの村も同じようなありさまで。一体私はどうしたらいいのか。そうだね、こういう場合どうしたらいいんだろうね。とりあえずさ、酒でも飲んで寝ちまえばいいじゃないかな。そうすればこういい案がこう出てくるかもしれないよ。聖なる矢。あ、これさ、矢ってどういうシステムになってるの。これ本数制なのかな。あ、で本数制ですね。でただし弓がないか。矢を装備できるってどういう職業なんだろうか。ここは何だろう。あ、お姫様のベッドで寝ちゃおった。これなんだろう、興奮するのかな、どうなんですかね。女性のベッドに潜り込むみたいな、そういうのって興奮しますかね。太平とか装備できるのかな。左手に弓だよね、普通ね。あ、装備できないか。弓って誰が装備できるんだ。また七装備できるかな。いや、できない。誰が装備できるん、弓って。いや、そういうのいないよね。玉ねぎ剣士かな。でもなんかこれ、玉ねぎ剣士ってなんか、こう、いかにもこう、玉ねぎ臭くて、あれだよね。あんまり強くなさそうだからさ、微妙なんじゃないかなって。あれかな。FF5 のセッピみたいなもんだとしたら、
そうするとなんか装備品だけは自由にできるみたいな。カレードとかってジョブで後で入手できるんですかね。とりあえずこっちの塔、あ、こんなことできんだね。すごい、ちゃんと透明になってくれるんだ。いやだけどあれだね、ドットさ綺麗だよねこれ。あ、敵出るのかい。ゾンビ18ポイントか。また7が18ポイント食らうんだ。また7さ、ダメージ集中するねこれ。ちょっとマジで集中するね。とりあえず魔法をケアルで、スリプルかけちゃう。でこの右下のやつに集中狙いして、スリプル間に合い。くそー、このゲームさ敵強いな。また七あれかな、やっぱり赤間じゃない方がいいかな。回復して、あ、右下が眠るんだこれ。仕方がないな。じゃあ別のやつ寝る、やりますか。ケアルド回数十分か。じゃあ先駆けでロックロータにしておこうか。さらにスリプルをかけまくる。これどうですか。これ全部眠ったかな。よし倒したぞー。あ、右下攻撃した。いやでも寝てないか。これまたして赤微妙かな、やっぱり。とりあえずあれか、そこを倒せそうなやつを狙うか。スリプルさいい感じですけど、あれだな、やっぱり黒にして回数たくさん使える方がいいか。なんかいろいろこう、なんかいろいろ試してみようかなと。あ、なんか下の方が、あら起きちゃったぞ。オートターゲッティング、なんかこういう時嫌だね。とりあえず下の方戦力集中して、ちょっと待った、これでやろうか。またして黒にしますか。なんか2点3点してあれだけど、やっぱりあのスペシャリスト育成した方が良さそうだよな。でもあれか、でもこういう時に攻撃に転じる時のこと考えるとやっぱ赤の方がいいのかな。あ、なんかレベルアップしてくれたと。じゃあそれ宝箱を開けちゃうと。聖なるにゃ、いや、いいなぁ。ん、敵が出る。ダークアイ。このゲームさ、敵きつい。氷よ回復。スリプルあと5発か。さあ、いけるかな。あ、ブラインよかった、タヘイで。眠ってないか。命中率微妙か。あ、ちょっと待って、これは、きつくないか、これ。攻撃魔法ないしな。アイテムで、目薬が、あ、でもこんないっぱいあんだ。目薬ガンガン使っていこう。そしたら、こうか。あ、氷への HP が危ない。あ、なんかこう火力も高い。よし、倒した、一体倒したぞ。当たんない。これはきつい。目が見える。よーし、じゃあ今度は右上に火力を集中したい。氷を回復して、さあこれどう。いけるか。よーし、2体であればこれなら勝てるかな。あれ効果がない。なんで効果がないかな。あ、暗闇だからか。あ、暗闇だとさ回復もできないのか。あ、もっと早く気がつくべきであった。
これ目薬結構大量に必要じゃん。これ暗闇かけてくって敵つらすぎるね。ちょっと待って、氷炎に火力集中されると危ないぞ。よし、これはそうなんだ、状態上のなんか塩みたいなもんなんかあれですね、なんていうか新鮮です。はい、ちょっと待ってね。じゃあまず回復して、ポーションじゃない方がいいのかな、魔法で回復するか。氷へ回復、また七回復して、あ、じゃあそれ取って、あ、ホワイトスレイヤー、突然モンスターが現れた。ちょっと待って、いや強そうですよ。ねここで終わりにしようと思ったんです、あの敵が出なければ。というわけで今回はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。飲み直してきます。